どうもこんにちは、まほちゃんです。今日ですね、イベビなんかやめちまえと話をしたいと思います。はい、というわけで今日はパチンコトークでございます。はい、まあ、テーマにしたいのがですね、まあ何回かこの番組じゃねえや、このチャンネルでもね言ってるテーマでありますけど、イベビなんかやめちまえでございます。まあね、パチ屋にはね、まあイベビ、まあ特にね、まあここ1年ぐらいかな、まあ、広告宣伝規制っていうのが、それまであったものが、ぐっと1年じゃねえな、もっとだな。まあいいや、その間に緩和されまして、まあ例えば、わかりやすい例で言うと、パチンコのテレビ CM が流れたり、パチスロもそうだけど、あと店内のポップとかも、出玉、まあちょっといろいろ諸条件あるけど、例えば先月の出玉ランキングみたいなのを作ったりとか、そういったちょっと緩和がされるようになりましたと。ただあくまで何だろう、一部そういう縛りがある、結局あるから、実際に今日イベントですとか、なん窓マギ全録みたいな、窓マギ古いなまあいやそういうことはまあまあできないわけですよね。もう現時点で多分できない多分っていうかできないですよ。うん、ってなると結局当てにする、ユーザーが当てにしてんのがやっぱ旧イベビーなんですよね。もう特定日っていうのはやっぱ9位ベイビーって言われる、要は広告宣伝、今規制が緩和されてるんで、広告宣伝規制がずっときつかった10年ぐらいあって、それより前は、まあもうちょっと緩かった時代があって、その時だとイベビーって言われる、まあイベント日を、まあ基本的にホールが持ってたから、そう、その9位、要はそこが9位ベイビーって言われるように今はなってて、そこで人が集まってくるっていう話なんだけど、で、ホールも頑張るみたいな。もうさ、無駄じゃね、やっぱり。やっぱり思う、無駄。まあ、俺、口的な理由で言わせてもらうと、もう、混むから嫌だっていう。でさ、まあ、前もそうだけど、まあ、基本的に俺は、そういうイベビとか狙っていかないんですよ。でも、その日に行かざるを得ないような、行かざるを得ない。そうそう、まあ、例えば、俺が打てる日が何日かあったとして、そことイベビが被るってことはよくあるわけ。旧イベビね。だときにさ、もう朝からめちゃくちゃ混んでるみたいなことあるわけよ。え、何今日なんで混んでんのと思って、ふと日にちを確認したらって思い出してみたら、あ、旧イベビだみたいな。もうね、めちゃくちゃ混むよ。やっぱその旧イベビの力たるやさ。でも、もう何回も言ってるけど、このチャンネルで。そこで集まる人間に価値ないよね。何のためのイベビなのっていう。そう。要はさ、昔だったら自分のそのホールの条例しかり、地域の人間ぐらいを集めるだけのものだったわけだ。あちらのイベビっていうのは。そうだよね。基本的に証券ってパチンコやって地域単位だったから。ところがさ、今もうネットでドーンって出て、要は、いろんな野郎が、もう、そんな知らなかったとしても、調べりゃさ、イベビ出てくるわけよ。あと、サラシアみたいなのもあるからね。そう、だからもう、初見行ったことない店のイベビがわかるわけだよね。ってなると、そういう、まあ、うまいやつというか、パチプロスロプロみたいな、あと、軍団みたいなやつだが、結局、それで調べて、こぞってその日だけ打つわけだ。っていうことができるわけ。てか、してるわけだ、現状。だから、めちゃくちゃ人になって、さっきも言ったとおり、イベビーに思うけど、でそのうち常連どのぐらいなのって話よ。で、まあ、100歩譲って、さらの新規だったら何の問題もないけど、もう違うわけ。そういう新規じゃないわけ。もう、要は動画でも調べて、その日だけ来るようなやつ。例えば、なんだろう、7のつく日だったら、7のつく日しか来ない。8だったら8のつく日しか来ないみたいな奴らで群がってるわけ。でさ、そいつらがじゃあぶっこ抜いてって、じゃあその絵払うの誰ですかって言ったら常連が払うわけでしょ?っていう構図になっちゃうわけよ。そらそうだよね。そいつらが常連になる可能性ゼロだからね。だってそいつらはパチンコ屋から金ぶっこ抜くのをなりわいとしてる。もしくはまあそれに準じてるわけで、軍団しかりパチプロしかりズロプロね。っていうのは。だからさ、そいつらに還元して何の価値があんのっていうことなんだよね。でも残念ながらイベント日、特定日設けるっていうのは、もうイコールそういうことなんだよ。うん。でしょ?
だってそういうふうに調べられちゃうんだもん。調べずに、例えば、ゲリラ的にね、店内の前日の夜とかに、明日暑いです、この機種がって貼ってあるんだったら、それはもうその前日に来てないと意味がないから、ある程度の常連とか、普段来てるユーザーに還元するイベントになると思うけど、今や、もうだからそういうことはできないわけで、結局、キウイベビーに力入れるみたいな。でも、キウイベビーに集まってくるのはそういう暑い時しか来ないような、クソ野郎どもしか集まってこないわ、はっきり言えば。っていうのに、もう力出すのやめねえかって話よ、要は。うん。だからさ、そんなところでさ、でそこで、その何、出しますっつって出してところで、何にも意味がないよね。そらそうだよ。だ常連だけが割り食われるわけで、やっぱ常連いてなんぼじゃないの、バチやって。そら、んでしょ常連がいかに回してくれるか、打ってくれるかで、だからじゃあどうしたらいいかって言ったら、常連を長く生かすためには常連に勝ったり負けたりしてもらわなくちゃいけないわけよ。そう。にもかかわらず、そういう特定日設けてそこでガーンってやるのは、何も常連にとっていいことだ。現に常連である俺は混んでて嫌っつってんだからね。だし、あと実際還元されないわけだから。だからね、もうやめるべきだよね。もうだから、もうその、キウイベビーにぶっこ抜けって話だよ、もう。で、もうそういうやつは一掃してから、やり直せばいいよね、もう一回。もうそういうやつは一掃したらいいんだよ、本当に。だからマジ腹立つもん、もう休憩所とかでさ、なんか取れ、前も言ったかもしれないけど、なんか、何番取れましたよ、とか報告してん、電話で。いや、もう絶対そっちのやつじゃんっていう。いや、もう絶対そっちのやつじゃん。ごととかプロお断りみたいな貼ってんのにそういうやつ野放しになってんじゃんっていうさ。もうそういうのも見てるし、もうなんかもう腹立つよね。LINE でなんか共有してる節があるしさ、もう。だからマジで本当に思うのは、イベビやめましょうってことだよ、もう。イベビやめよ。まあ、やめるっていうか、やめてんだろうけどね。まあ、表示はできないから。だったらもうそれを示唆することやってるから、もうそういうのもやめて、出さない。もうその日。その日もう半年ぐらい出さないでみたらいいんじゃないかな。そしたらさ、そういう奴ら離れるじゃん。離れてからが勝負かなって思うよね。だから本当にその常連にさ、還元していかないと本当終わるよって話よ。こんだけやばいわけだから、状況としてね、パチやって。だからマジでちょっとその辺考えて営業してもらいたいなと本当思います。はい。まあ、とにかく俺はもう混むの嫌。でもその日しか打てないみたいな。だから結局常連ってそういう思考だよね。その日暑いから行くんじゃなくて、その日打ちたいから、打てるから行くわけで、その時にやっぱり無駄に混んでて、いつも来ないやつがさ、勝ってたら、そら、結果的にそういうことになってるわけじゃん。いつも来ないやつが来て、そいつらがぶっこ抜いてって、俺らにツケが回るみたいな。ふざけんなって話でしょ。まあ、それ分かってないやつも多いと思うけど、まあでも本当そういう意味も込めて、もう本当イベビ、特定日設けてなんかすんのはもうマジで、意味ねえがやめろって話、現代社会においてっていうことにとっとと気づいてほしいなと、アホコンサルしかり、アホホールしかりって本当思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー録れますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。